典型的な台湾の交差点。交差点内の格子はマテテンクと呼ばれる待機ゾーン逆二段式待ち点は台湾における軽車両による交差点での規定の二段階左折によらない違法な左折行為。近年は高尾式左手にイコール高尾式左折というネーミングが定着している。台湾では右側通行のため本校での左右表記はべて日本におけるものと逆の ままとする。台湾の道路放棄上行動では、肥慢車に分類される原付き、自転車は、道幅が広いか、指定標識が設置されている交差点での左折時に、信号が青あるいは黄色の時に直進し、交差点内で赤になるまで一時停止し、左折側の信号が青になるのを待って直進する。これを、二段式待ち点すなわち、二段式左折といい。 左右の差以外は日本における二段階右折とほぼ共通している。台湾特有なものとしては交差点の停止線より前方に町天空と呼ばれる傾斜両用待機像が設置されていることである。日本における二段停止線と同様の目的で台北市では1997年から導入された。二千一年以降は中央政府主導で横断歩道よりも 交差点中央寄りに2段階左折時の待機スペースを設置している。片側3車線以上の道路では最も外側の右端が満車道とされていることが多い。交差点で直接左折する場合、会車道の直進車両と衝突する危険性が高まるため、直進後に待てテ,テンクで待機することが推奨されている。この合法な2段式では、 最大二度の信号待ちが発生するため、その一回分を省略し時間短縮を狙った違法左折が横行するようになった。主に一段階の直接左折と二段階だが横断歩道を利用した逆二段式が存在する。台湾では人口あたりの二輪車保有台数が約1400万台で、普及率では東、アジアのみならず世界的にも極めて高く、 国民1.9人に1台という割合に達している。原付きの免許も日本に比べると簡素な手続きと低費用で取得できるため、学生を中心に若年層の利用が多い。経済成長とともに自家同社の普及率も高まったものの、到達されることなく他の先進国や新興国と比べても高水準のままである。また、台湾国内でも気候や地形、 公共交通機関普及率、道路の整備状況の差により、南部は北部より高いまま推移している。台北都市運や路線バスが網羅され、細い路地が多い台北市と、道幅が広く混雑も少ない高尾市では21世紀になっても、普及率には倍近い開きがある。二輪車人口の絶対値では百十八万人の、二北市が最多だが、人口千人あたりの相対値では、 にきたしが548台に対し、高雄市では722台と圧倒している。直進側で一時待機せずに交差する道路側が青信号の間に横断歩道を経由して反対車線の交差点角に移動し1回分を省略する違法行為が横行している。横断歩道上でも二輪車に乗ったまま移動する光景は日常的で、これが正式ではなく違反状態の 逆に断式待ち点、すなわち逆に断式左折である。逮捕校舎でも危険な行為であり、逆に断式が発覚した場合は、最大1800人台湾ドルの罰金となる。台北市などの台湾北中部では警察による取締りが厳格化されたため、反対車線への移動時に車両から降りて横断歩道上を押し歩くことで罰則を回避する手法が多い。 赤線は正式な二段階左折、オレンジ線は逆二段式。台南市や高尾市など南部で現在でも多くの違反行為が横行しているとされる。特に高尾市ではスクーター利用者の35%が何らかの違反行為を行っていると報道されるほどである。原因として警察の取締りが緩いことが挙げられるが、高尾市警察局は 赤信号無視の摘発件数は2011年の12万1563件から2012年の13万2770件と増加したが、取締り強化により2段階左折違反の摘発件数は7万1351件から6 66万6681件に減少した。と反論しているものの、北部と比して厳格ではないと指摘されている。 このため2015年に台湾最大のインターネット掲示板比で逆に男子機が高尾式左点と呼ばれるとこのネーミングがネット上で拡散され定着するようになった。内政部の公表する統計では市内で高尾式と呼ばれる違法行為は毎年5万件以上に達し、これによる交通事故も3000件以上、死亡者数は4人となっている。 2017年に警察が摘発を強化したところ、わずか1週間で8597件に達した。近年では、高尾市交通局により二輪車の交通量が、著しく多く交差点内の町天区拡張に難が、ある交差点では二段式を撤廃し、満車道を二輪車専用道として試験的に、直接左折を導入する場所もある。二段階指定の交差点で、 自家用車と同じように信号の状態に関わらず、直接左折する。中南部でよく見られる行為で主に、高尾在住者の特徴とも言われている。2016年、高尾市で二輪車の女性が直接左折を行い、内側直進車と衝突する死亡事故が発生したが、自動車側の運転手に過失はなかったとして、刑事事件としては、加害者側不起訴処分となっている。 台中市では二輪車が四輪車に混じって同時に交差点で直接左折する光景が日常的なことから対中式という呼称が定着している。これは広高義者を擁する広高集団と日本の東京海上グループの合弁で自動車保険を展開している新安東京海上産物保険による安全啓発 CM で北部、中部、南部での交通マナー。 習慣に際を強調する際にも使われている、高尾式左点に関するカテゴリー、ありがとうございます。